今日は、成績がいまいち続きのアルピーヌチームについて話すぜ。確かに、ここ何年も低迷しているから、今後が気になるわね。じゃあ今回は、アルピーヌのこれからを掘り下げていくぜ。迷走を続ける名門。アルピーヌは、フランスの自動車メーカーで、1973年にルノーに買収された、ルノー社の 100% 子会社なんだ。そういう歴史があったのね。アルピーヌという F1 チームの名称になる前は、ワークスのルノー F1 チームとして、2016年から活動してきたんだが、それ以前の2006年を最後に、ルノーはチャンピオンを獲得できていないんだ。そうなの。もうすぐ20年経つわね。ルノー F1 チームがアルピーヌに名称を変更したのは、2021年のシーズン開始前だぜ。なぜ名称を変更したの？その背景には、ブランド戦略が深く関わっているんだ。ルノー社内の経営陣や上層部から、結果が出ない F1 の活動やチームの存続が問題視されていたんだが、その打開策として、より広い市場に対してルノーを消費者にアピールするため、アルピーヌのブランドを前面に出すことにしたんだ。アルピーヌって、どういうブランドなのかしら？ルノーのスポーツカーブランドだぜ。F1 を通じて、アルピーヌブランドの知名度とイメージ向上を狙うとともに、スポーツカー市場での競争力と、販売を高めることを目指しているんだ。そんな理由があったとは知らなかったわ。そうだぜ。スポーツカーとしてのアルピーヌには、A110 というモデルがあるんだが、その後継モデルから、100% 電動化、つまり EV 車となる予定で、脱炭素への取り組みも進めているんだ。エコにも力を入れてるのね。アルピーヌに名称変更してからの成績だが、2021年は1勝を含む155ポイントで総合5位、2022年は173ポイントで総合4位だったが、2023年に成績がやや下がって120ポイント、総合6位に終わったんだ。このあたりから、ルノーに活を入れられていそうね。2024年シーズンは絶不調だ。予選最後尾に沈むこともしばしばあったから、ルノー社内で活動の是非を問う声が上がるのも当然だな。そんなに苦戦してるの？ああ、ルノーパワーユニットのパワーは、競合3社と比べて最も非力だと言われているし、カスタマーパワーユニットの供給先もないぜ。自分のチームだけなのね。昔は何チームにも供給していたのにね。2024年は、第14戦ベルギーグランプリ終了時点で11ポイントしか獲得しておらず、ランキング8位で、もはや中盤に位置しているとは言えない状況なんだ。これからどうなっちゃうのか、心配だわ。成績が出なくなってくると、誰かに責任を押し付けて、人を入れ替えるのは、F1 チームの世界でも同じだぜ。2023年7月、アルピーヌ F1 チームは、チーム代表であるオットマー・サフナウアーが、ベルギーグランプリを最後に、チームを去ることを発表したんだよな。サフナウアーって、どんな人だったのかしら？2022年からチームを率いて、チームをコンストラクターズランキング4位に導いた功労者だぜ。でも、翌2023年にチームは苦戦を強いられるようになり、たった18ヶ月の間に、シニアスタッフのほぼ全員がチームを去ったんだよ。チームがうまくいかなくなるのは、当然よね。サフナウアーらがチームを離れた後は、アルピーヌのモータースポーツ担当副社長である、ブルーノ・ファミンが、チーム代表を務めることになったんだ。ファミンさんも、きっと苦労するわ。ところが、たった1年しか経っていない2024年7月末に、アルピーヌは、ファミンチーム代表が、8月末で退任することを発表したんだ。え？ルノーって、短気な人しかいないのかしら？彼の退任は、ビリー・シャティヨンで行われている。ルノーの F1 エンジンプロジェクト終了の布石となる人事異動とも言われているぜ。新しいチーム代表は誰になるの？ルノーグループ CEO のルカ・デメオ氏の直属となる、まだ36歳のオリバー・オークスを迎えたんだ。めちゃくちゃ若いわね。彼に期待していいのかしら？成績が上がらないので、誰かが責任を問われるのは当然なんだが、こうも頻繁にチーム首脳陣やスタッフが、入れ替わっていては、チームの成績が向上するはずがないよな。人事のせいで、他チームから遅れを取っている気がするわ。ごたごたは、アルピーヌチームのドライバー間でも起きているぜ。ガスリー・トーコンのことね。ここで二人の生い立ちについて、解説していくぜ。ガスリー・トーコンは、共に1996年生まれで、フランス西部ノルマンディ地方の隣町で生まれ育った、幼馴染みだったんだぜ。そんな近いエリアから、二人も F1 ドライバーが誕生するなんて、すごいことよね。カート時代の二人は、良きライバルとして、切磋琢磨する関係だったんだが、2010年、二人が14歳の時の FFSA の選考会で、両者は決定的に仲違いしてしまうんだ。何があったのかしら？当時のオコンは、すでに国内カートチャンピオンになるなど実績十分だったんだが、FFSA から小学生に選ばれたのはガスリーだったんだ。そして翌年、フランス F4 にガスリーは最年少で参戦したんだ。え？オコンはいつ参戦できたの？1年遅れでの参戦になってしまったんだ。
オコンの父親は、エステバンの方がはるかに優れていたのに、不透明な選考基準で奨学金をもらえなかった。ガスリー家が政治的な動きをしたと語ったんだ。真相はどうなのかしらね？いろんな運命のいたずらが重なって、2023年から二人はアルピーヌでチームメイトになったんだが、レース中に厳しい幅寄せや、接触を繰り返したんだ。チームメイト同士の接触はダメよ。極めつけは、今年のモナコグランプリだ。レースでのオーバーテイクが難しいモナコグランプリで、ガスリー10番手、オコン11番手という、今季最高のグリッドからスタートすることができたんだ。頑張ったじゃない。大量ポイントゲットのチャンスね。レース前に、予選で前に出たドライバーに対して、レース中は後ろのマシンが手助けする、という戦略を、話し合っていたのに、オコンはポルケーコーナーで、ガスリーのイン側に無理な追い越しをかけたんだ。なんてことを。当然2台で回るだけのスペースはなく、ホイール同士が接触して、オコンのマシンは宙に舞い上がり、着地の衝撃でサスペンションとギアボックスにダメージを負い、リタイアすることになったんだ。最悪の出来事ね。ガスリーは大丈夫だったの？オコンとの接触で、ハードタイヤがパンクしてしまったが、接触の直後に後方で大クラッシュが発生し、赤旗が提示されたことで、幸運にもセーフとなって、レース中断中にミディアムタイヤに交換すると、残る76周を無事走り切って、10位に入賞したんだぜ。それは良かったけど、チームメイト同士のクラッシュは絶対ダメよね。そうだな。ブルーのファミン代表の怒りを買ったオコンは、事故について謝罪したが、ファミン代表は、厳しい決断を下す意向を明らかにし、翌週末には、2024年限りでのオコン放出が決定したんだ。チームでレースしているんだから、仕方ないと思うわ。二人の不仲を分かった上で、チームメイトに据えたチームにも責任があるような気がするぜ。こんなアルピーヌチームだが、立て直しに向けた動きがあるんだぜ。ぜひ聞きたいわ。アルピーヌのエグゼクティブアドバイザーに、フラビオ・ブリアトーレが就任したんだぜ。あ、あのブリアトーレさん。そうだぜ。もちろん、彼の過去を知る人たちからの批判もあるようだな。とんでもない悪事を働いた覚えがあるわ。ブリアトーレは、ルノー時代の2008年のシンガポールグランプリで、アロンソを勝たせるため、チームメイトのピケ・ジュニアに、わざとクラッシュさせたんだ。その、クラッシュゲート事件で、ブリアトーレは一時 F1 から永久追放されたんだが、2013年に処分は取り下げられているぜ。今聞いても、とんでもない話ね。どうしてまた F1 に戻ってこれたの？彼は処分が取り下げられた後、F1 のパドックでドライバーマネジメントや、商業取引に関わっていたからな。他のチームの反応はどうなの？メルセデスのトトウルフ代表や、フェラーリのフレデリック・バスール代表も、ブリアトーレが戻ってきて、アルピーヌが強くなるなら、いいことだと話しているぜ。本気で言ってるのかしらね？以前 F1 のトップに君臨していたバーニー・エクレストンも、ブリアトーレの復帰を手助けしたそうだぜ。ルノーのデメオ CEO とは、天使の中の悪党が助けられる、という意見で一致したそうだからな。あまり笑えない例えよね。ブリアトーレの加入は、アルピーヌが本気で立て直しを考えている証拠だと思うが、クラッシュゲート事件では、ルノーも大きな損害を被ったはずなのに、なぜこんなに寛大なのかが、しっくりこないよな。でも、アルピーヌはなぜブリアトーレさんを呼んだのかしら？いい質問だぜ。ここからは、その理由と、ブリアトーレに与えられたミッションについて、解説していくぜ。アルピーヌは、トップクラスの戦いに加わりたいんだ。2024年シーズンの成績も、厳しい見通しなので、ルノーグループのデメオ CEO が、効率的にトップに返り咲く道を見つけるための一環として、フラビオ・ブリアトーレを経営顧問として呼び戻したんだよな。まあ、何かやってくれそうな気はするわね。デメオ CEO とブリアトーレは、F1 事業の展開について、あらゆる側面から検討しているんだ。どんなことを検討してるの？一つは、ルノーの F1 向けエンジンプロジェクトを終了し、カスタマーパワーユニットに移行することだな。具体的には、2026年新レギュレーションに向けたパワーユニット開発を諦め、他のメーカーからパワーユニットを購入するんだ。それは思い切ったアイデアね。アルピーヌが、ルノーのパワーユニット部門のリソースを再配分する前提で、2026年のカスタマーパワーユニット供給契約の可能性について、ライバルのパワーユニットメーカーと協議したそうなんだぜ。その交渉は、どれくらい進んでいるの？まず RBPT は、フォード初年度からにチーム供給するのが難しい、と言ったようなんだ。余裕がないところを見ると、フォードの開発が、うまくいっていないかもしれないわね。アルピーヌがカスタマーパワーユニットの購入計画を進めた時に、もしたメーカーと契約を結べなかった場合、アルピーヌは、既存のパワーユニットサプライヤーのいずれかに、供給を依頼できるんだぜ。その詳細が、F1 のレギュレーションに記されているんだよな。他のメーカーとの交渉はどうなの？ブリアトーレの助言もあって、2026年からアストンマーチンの供給枠がアクメルセデスとの交渉に、
注力しているようだぜ。メルセデスは、何と言っているのかしら？最近、トトウルフ代表は、2026年に別のチームに供給する可能性があると話したぞ。メルセデスパワーユニットが売れるから、ブリアトーレさんのことを歓迎したのかもしれないわね。アストンマーチンは現在、メルセデス製パワーユニットの使用だけでなく、リアサスペンションやギアボックスも、メルセデスから供給を受けているんだぜ。だからアルピーヌも、同じサポートを望んでいる可能性があるんだよな。そうなると、アルピーヌも、コスト削減とマシンの性能向上に期待ができるわね。そうだよな。仮に契約が早期に締結されれば、2025年から両社の提携が始まる可能性もあるらしいぜ。来年搭載するパワーユニットを、今から変更することになったら、メカニックは大変なんじゃないの？確かに、すでに2025年マシンの開発を進めているアルピーヌにとっては、手間が増えることなんだが、現在のルノー製パワーユニットが、ライバルに比べてパワー不足であることは広く知られているし、メルセデスの乗り換えによって、即座にチームの競争力を高める可能性が高いなら、挑戦する価値はあると思うぜ。ルノーのパワーユニットプロジェクトを、継続する可能性はあるのかしら？それも、選択肢の一つとして残っているらしいな。しかし、カスタマーパワーユニットに移行することで、現在 F1 のパワーユニットのプロジェクトに携わっている人や、リソース、スキルを、アルピーヌブランドのスポーツカー部門の新技術と、新製品の開発に割り当てることができるメリットもあるんだぜ。ホンダパワーユニットは候補に入っていないのかしら？ああ、アルピーヌはターゲットをメルセデスに絞って、交渉を進めているようだぜ。そしてもう一つ噂されているのが、アルピーヌチームを売却するのではないか？ということだ。それもすごい話ね。ルノーやアルピーヌは何と言ってるの？ルノーグループのデメオ CEO と、ファミン代表の二人が、チーム売却を明確に否定したんだ。F1 プロジェクトは、アルピーヌブランドの重要なプロジェクトという位置づけだから、継続するとね。でも、ブリアトーレさんなら、チーム売却の話も任せられそうじゃないかしら？そうだな。ルノーにとって、嘘みたいに有利な条件で、交渉を成功させそうだよな。とんでもないアイデアを企んで、交渉しそうだわ。噂では、買い手に対して、2029年までルノーのパワーユニット使用を義務化するって条件もあるらしいぜ。それはどういう意味？新しいパワーユニットの開発に取り組んでいる、ルノーのエンジニアたちの将来を保証してくれってことだよ。それはスタッフにとっては安心材料だけど、成果が上がっていないパワーユニットを継続使用することになる、買い手のリスクの方が大きいと思うわ。だから、カスタマーパワーユニットに移行することが最有力だと言われているんだ。ということで、アルピーヌのこれからについて解説してきたぜ。これまでの話から、アルピーヌはメルセデスのパワーユニットに移行することになりそうね。そして、ルノーのパワーユニット開発をしていたスタッフを、アルピーヌブランドのスポーツカー部門に再配置して、脱炭素化の取り組みや、新車開発に注力させることになりそうだよな。残念だわ。どうしたレイム？アルピーヌがホンダパワーユニットを使ってくれれば、角田くんが2026年に仲良しのガスリーとチームメイトになれるし、ホンダも4台のデータを取れるじゃない？それはそうだな。アルピーヌとメルセデスの交渉が破談になれば、チャンスが出てくるかもしれないな。アルピーヌの将来について、皆さんのご意見があれば、ぜひコメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。応援よろしくお願いします。